小石川植物園に行く途中の播磨坂です。この坂結構好きなんですよね。こうやって歩いて今から植物園に向かいます。植物園の前の雑貨屋さん、あそこで昔はチケット売ってました。今はここで自動販売機でチケットを買います。500円ですね。小石川植物園に来ました。私が一番好きな植物園ですね。ここは歴史的なものもあって、ニュートンのリンゴとかメンデルのブドウ、もしくは、ここにソテツの樹勢の研究したものであるとか、そういった歴史的なものも植わってます。行きましょう。まずは今日は3月ですね。満作の花が綺麗に咲いてます。ソテツです。裸子植物です。進化的にはとても古い植物です。でソテツに精子が、ありますが、それを発見しましたのが日本の、こちら東大です。もともとソテツというのが日本の固有種だったので、日本で発見しました。ただこのソテツは今世界的にもすごくいろんなところで、特にお金持ちが庭に植えているというようなイメージがあります。とても高価な貴重な植物ということで人気みたいですね。オスとメスがあります。ちょっとメスを見ていきましょう。メカブですね。このようにで奄美の方はこのソテツのこの実からでんぷんを取り出して味噌を作ります。根っこからでんぷんを取り出します。で奄美の方はとても飢餓が多かったようですし、また租税といいますか税金もよく取られていましたので、このソテツを食べるしかないみたいな、ソテツには税金かかりませんでしたので、これを食べるしかないみたいな、そういうことがありました。そういうふうにもうソテツしか食べることができなかった当時をソテツ地獄というふうに呼んでたそうです。こういったでこのソテツはこの実は美味しそうには見えるんですけど毒が入ってます。一時期フィリピンの方で ALS のような症状を出す患者さんがたくさん出てきたことがあって、 ALS っていうのは神経が動かなくなってきて、体が動かなくなってきて、結局呼吸もできなくなって死んでいくというような病気があったんですね。で調べてみると原因はこのソテツだったんです。このソテツを食べてたわけではなくて、ソテツは、コウモリから食べられて、そのコウモリをフィリピンの方がよく食べていて、それして、病気になっていたようです。ですので、ソテツ味噌というのは実は発酵することによって毒成分を中和するというものです。で、オカブ、メカブ、オカブですね。沖縄ハイネズです。ネズの木なんですけど、ハイっていうのはハウという意味で低いネズの木ですね。このように低く育ちます。このネズは結構風に強くするためにこう低く育つんですが、こちら多分沖縄のハイネズも台風などいろんな風に勝てるように、もしくはこう光に負けないように、直射日光に負けないようにこのように張っているようです。これは椿ですね。山椿です。台湾山椿ですね。
これはスダジですね。あの実がなります。スダジはあの後ろ側の葉っぱのこの部分がこうすすけたようなものになります。どんぐりが多分下にはたくさんあると思います。これはでも大きなスダジですね。なかなかこんなに大きくはならないんじゃないでしょうか。これはイブキ、貝塚イブキです。この樹形がこう独特のイブキの形をしています。で、高野巻、高野巻の木です。ツツジが咲き始めました。ちょっとですね、この日が当たっているところだけです。でも楽しみですね。ここには白の木がたくさん、いろんな種類があります。でこちらが白ですね。繊維がたくさん見えていますね。そしてこちらは、こちらの種類は何だろう、チャボトウジロ、地中海の種類だそうです。そしてこれはトウジロ、ヤシ科の。でこちらはヒマラヤ杉ですかね。カンヒザクラ、メンデルのブドウとニュートンのリンゴです。メンデルが使っていたブドウの株を持ってきました。遺伝学の基礎を築いたメンデルが実験に使っていたブドウを分けてもらったものですね。で、そのブドウはあのチェコのブドウ自体は消滅してしまったので、これを送り返しましたよということです。でこちらはニュートンのリンゴですね。リンゴ受粉しなくてはいけなくて、ここ最近これ実がなってないみたいなことを言ってましたね。万有引力の法則を発見したという逸話がありますが、まあ、その近くにあった横にあった木ですということです。でこのリンゴは食べても甘くいなくて、もともと当時の17世紀のリンゴはあの生食には向いてないリンゴです。もともとあのそれでシードルを作ってたりしたものですね。生でリンゴを食べるようになったのはアメリカで、栽培
が盛んになり、そして品種改良が進み食べられるようになりました。